久保さんすごすぎて採用でできないですか <laughs> まあ確かにね、まあ、採用するあのその人を動かす力量も必要ですよねうんだから難しいですね、まあ、逆にすごいリリすごい経歴があるんだったら何で自分でやんないのかなっていう深く言うとすごい東大を出てるすごい経歴を持ってる人でも1人で稼げないってことですね就職しないと給料 あのないってことですよねだから今って正直本当に学歴ってどうでも,どうでもいいというか学歴っていうのはうーん,なんかあくまでも一つのうーん自己満どうなんですかね <laughs> 自己満ではないかなんですかね要はその学歴とお金が稼げるというのは比例はしてないので。 東大卒業したからといって自分一人で稼げるかっていうと東大卒業したからといってみんなが年収1億かっていうと違うし、まあ、逆にね中卒でも起業してめっちゃ成功してる人もいるしだからそこって比例はしてないですよねまあ共通ポイントはもしかしたらあるのかもわかんないですけどあの東大に受かったからじゃあその後の人生もハッピーなのか。 成功するのか自分の自己実現ができるのかっていうとやっぱ違うんですよね。うん。あくまでもテストの点数っていうのは、うーん。社会でテストの点数に対して使うことがあんまりないんですね正直。そのプロセス、勉強をしていくプロセスっていうのは大事で、何かそのも難しい問題を解決していくっていうプロセスは 応用はできるんだけども実際にその点数を取ったとしてもじゃあ例えばそのねコサイン・タンジェントとかまあちょっとあれですけどなんかそういう数式でね点数それの数式が分かってテストの点数取れたとしてもじゃあそれをリアルでお金を稼ぐ上での直結して使うかっていうと使わないことが多かったりするんですよね。うん、だからそのコサイン・タンジェントを分かってもラーメン屋を経営できないと思うんですよ。 うん、ラーメン屋で日本一取るとか無理ですよねコサイン・タンジェントもはや関係ないですよね関係あんのかなラーメン作るのにコサイン・タンジェント <laughs> 何なんすかねコサイン・タンジェントなんかいまだに面白くて覚えてるんですけどコサイン・タンジェントみたいなそれだけちょっと覚えてるんですけど <laughs> うんだったらあの AI をね使いこなせる技術の方が今は稼げるでしょうねうん iPhone をスマホを使いこなせる人の方が稼げるしパソコンを使いこなせる人の方がでもそのパソコンを使いこなせるっていうのはもう何を使いこなせるかですよねうんその要はソー,スソースコードをかけたとしてもパソコンのプロフェッショナルだったとしてもお金を稼げるかっていうとこれもあれだからねその結局その シンプルに言うと、集客販売ができるかっていうこ、ここに尽きる、まあ、あと営業力ですよね。うん。まあ、集客ができなかったとしても、営業がすごかったら、呼ばれますから、どこでも飯食ってきますよ。だって、どんな商品でも売れますと。ってことだったら、売れあの、何でもできないですか、うん。人が集まってるとこに、あ、僕が代理で売りますよ、みたいな。 だそこら辺でセミナーやってて、セミナーでなんか商品売られてるわけじゃないですか。あ僕,あの僕が代理で売れば、あのクロージング率80%ぐらいは行くんで、売らしてくださいみたいな。<laughs> だって、そこら辺にセミナーやって、バックエンド売ってるでしょ。だから集客はされてる場所があって、集客されていて販売されている場所があるわけじゃないですか。テレビショッピングとかもそうですよね。もうそのテレビショッピングっていう媒体で、ある程度のににに見てる人がいて、まあ、そこで売らしてくださいと。まあ、就職はしないけど、売らしてくださいと。でこんあのパーセンテージくださいと。 で僕がテレビショッピングで出て売って、あのー、まあ、結果見てくださいと。で、今出てる人より売り上げが上がったら、あのー、コミッションくださいとかね。だからま、究極を言うと営業力ですよね、うん。もちろん集客と営業力っていうのは両方あったらもう間違いないんですけども、うん、結局人、まあ、でも広告ビジネスで言うならば、人を集めれば広告ビジネスはまあ成り立つ部分あるんで、うん、でも、 どっちって言われると営業じゃないかなうん営業力があると強いっすねうんだからそのどんだけ数式答えたとしても理科できたとしても営業力がつくかっていうとつかないのでうん多分一番なんかお金に直結するもののパワーって営業力かなと思いますね、うん、だってね石でも売れるわけじゃないですか久保さん <laughs> ハワイの石でも売れますよね <laughs> そこら辺の水でも売れるだろうし <laughs> そううんいってらっしゃい